もう皆様がご承知のことかと思いますけれども、長野市議会の政治倫理審査会の審査結果についてということで、令和5年7月28日、いわゆる政治倫理審査会の会長、小林喜直から、議長、寺澤さゆりに宛てまして、報告がなされているところでございます。その内容といたしましては、審査会が必要と認める措置の勧告としまして、1から4までを洪水を勧告すると書かれております。1番は、小泉一馬に私は YouTube に配信した次の動画を速やかに削除すること。あは、令和5年1月20日、子ども政策会の電話による問い合わせ。いは、令和5年1月26日、秘書会の電話による問い合わせ。うは、令和5年1月26日、地域活動支援会の窓口訪問による問い合わせ。それから2としまして、小泉一馬議員は今後の議員活動において電話に基づいてある職員の対応状況を、職員の承諾を受けずに録画または録音し、各動画または音声をインターネット及びその他方法媒体に公開しないこと。さあ、小泉一馬議員は1の動画を職員の承諾をすることなく YouTube にライブ配信することについて、対応した職員に対し文書により速やかに謝罪することとなっております。4についてはすでに勧告ではなく、議長から措置が行われたものでございますので、割愛させていただきます。さて、続けさせていただきますが、議長に対しまして、私の方から、あらかじめ意見書を8月12日付で、差し上げてございまして、それにつきましては皆様も目を通していただいているかとは思いますが、政治倫理審査会なるものが、その名に値する審査を行っていないこととして、審査の差し戻しを要求する意見書になっております。ですが、寺澤さゆり議長は8月21日に私の方に勧告を、報告書の内容そのままにしたということでございます。ですので、私としてはその内容としては当然不満を持っております。持っておりますけれども、じゃあそれについて勧告に従うかどうかということが皆様の関心事であられるかと思いますので、説明させていただきます。そもそも私が動画の配信をしたというのはですね、青木島遊園地の配信について調査を尽くしていかなければいけない、また追及を尽くしていかなければいけないという思いがあったのは当然のことであり、皆様もその点はご了承をご納得いただけることかと思います。青木島遊園地配信についてそのような真剣な調査を行った小泉一馬が謝罪せねばならないのか、それとも青木島遊園地廃止の失勢を覆い尽くそうとした荻原健司が恫喝的な文書により議長に対して指示を出し、議長はその翌日に早速に議会運営委員会を開いて、政治倫理審査会なるものへの道筋をつけた、こうして癒着した失政の連合がこそが謝罪に値するのかといったことにつきましては、私は決して謝罪することは必要なしとしているものではございますけれども、まあ、しかし手続きとして勧告がなされたところでございます。したがって私は、まあ、ちょうどといいますか、神の張り合いといいますか、9月10日告示、9月17日投開票の長野市議会議員一般選挙がございます。私はこれに出馬するということで皆様にご紹介し、報告している通りです。仮に私がやっていることが全て間違っていて、政治倫理審査会なるものの言うことが正しく、私が謝罪すべきところを謝罪しなかったのだとすれば、もちろん選挙民は私を選ぶわけがございません。私は落選する、君は見ることになるわけでございます。一方で、いや、小泉は調査を尽くすという議員の本分、職務を尽くしていたものであって、謝る必要はないと、小泉の議員の資質に問題はないと、もう有権者は私に投票をしてくださることができるわけでございます。すなわち、私が真に足りないとして当選できなかった場合は、全ての勧告を受け入れます。しかし、小泉が
当選を果たした場合には、議会と市民を愚弄してきた荻原健司市長、ならびに平沢さゆり議長の両名に、私の方から謝罪勧告の措置を取りたいと思います。その場合は当然、政治倫理審査会などものがなした勧告については、私は取り合うつもりはございません。私の説明は以上です。質問があればお受けいたします。では、ご納得いただけたということでございますので、これにて参加させていただきます。今日は本当にお暑い中をお集まりいただきまして、ありがとうございました。小泉覚悟の勧告に対する意見、対応につきましては以上でございますので、どうか皆さん、それぞれのご判断により記事にしていただきたいとお願いしておきます。ありがとうございました。